さあ、今日はね、えっと、プロスピーで、えっと、まあ、先発陣をね、今、えー、どうしようかなと思ってて、まあ、3人は決まってるんですよ。まあ、誰かっていうと、えっと、セレクションのダルビッシュ投手。はい、えー、セレダルですね。で、アニバのヤンオートヨシノブ投手。はい、アニバヨシノブですね。で、アニバ有原。はい、アニバハラ投手ですね。この3人は決まってるんですよね。 はい。えー、やっぱり3人ともツーシーム持ちで、まあ、かなり使いやすいピッチャーということでね。えー、まあ、3人は確定だろうと。で、他2人が今、えー、マー君と、えー、菅野投手、はい。マー君と菅野の投手ですね。えー、が入ってるんですけど、えー、今度選択契約書、まあ、来週の月曜って言われてますけど、選択契約書来るじゃないですか。選択契約書で、えー、通常の千賀投手、 を取ろうと思ってるんですよね。まあ、なんでかっていうと、アニバーの選画投手はタイピングが消えてるじゃないですか。タイピングが消えてるから、えっと、通常の菅の、千賀投手を取るというふうに思ってるんですね。で、通常の選画投手を取ったら、間違いなく、その5枠、先発5枠の中の1つに入るんですよ。うん。で、じゃあ誰を、1人ね、 まあ、広角というか、うーん、下げればいいのかなと、ベンチに。え、ってなった時に、やっぱり、マー君か、菅野投手なんですよね。うん。で、まあね、この菅野、マー君論争、マー君、マー君菅野論争をね、えっと、ぜひね、皆さん、え、実はね、明日の動画、まあ、マー君先発なんですけども、まあ、その他、ああ、もろもろね、いろんな、あ、ものを加味して、 えー、ぜひ皆さんにね、ちょっと、アンケート取りたいなと。うん、このコメントでね。ただ、いかんせん、プロスピ動画見てる人は、このオールナイトニッポン全然聞いてないんじゃないか説ってのがあるんで。<laughs> えー、ガクッと減るんでね、再生回数。はい。オールナイトニッポン聞いてくれてる人はね、僕本当にね、嬉しいっすよ。はい、マジで嬉しいっすよ。 うん、ただただ、まあ、再生回数がガクッと落ちるんで、まあ、ちょっとこれでね、えー、まあ、くんか菅野投資家っていうのを、まあ、決めてほしい、コメントほしいとは言ったんですけど、これね、多分あんま聞いてないと思うんで、<laughs> まあね、良ければ、まあ、コメント残してくださいっていう感じですかね。よろしくお願いします。それでは行きましょう。大野高弘の,のオーナーレイトニッポン はいどうも皆さんこんばんは。女音の宝のオーナーライトポ本毎週金曜より10分目のニをお送りしております。お相手は吉本芸人に高のの宝が出演させていただきます。どうぞよろしくお願いします。 えーっと、まあね、その、マーク、菅野論争、ね、えぇ、ー、まあね、プロスピ動画見てる人は、オーナイトニッポ全然聞いてない説ですよね。まあもうわかまあけもう立証されるかもしれないですけども。えぇ、ー、まあその話は、その話は置いといてね。まあえー、っと、まあこのオーナイト日本ではね、まあちょっと僕の私生活の話だったり、まあね、プライベートで何が起こったかっていうこと話したいんで、まあちょっとプロスピはね、ちょっと置いといて、えー、っと、僕今ね、あの、漫画、 あの、もちろんプロスピーを集中的にやってるんですけど、その空いた時間はね。もう全、全集中でプロスピーやってるんですけど、はい。えー、で、えー、僕ね、ゴールデンカムイって漫画、えー、春、3月ぐらいに、えー、全巻買ったんですよ。はい。で、いつか読もう、いつか読もうと思ってて、もう今11月ですよね。<laughs> もう六7ヶ月、8ヶ月ぐらいちょっと空いちゃったんですけど、今また読みは、読み始めてるんですよね、今ね、ゴールデンカムイを。 で、ゴールデンカムイ、皆さん知ってる方はわかると思うんだけど、ゴールデンカムイってめちゃめちゃギャグ要素あって面白いじゃないですか。で、話の大筋は、え、入れ墨リンピっていうね、あの、アイヌのね、えっと、財宝隠し場所を、ま、ああの、 そのね、のっぺらぼう。まあちょっと用語がね、多すぎて、わかんない人には申し訳ないんですけど、のっぺらぼうっていう人が、ええー、まあその、愛の財宝を隠して、その埋蔵金があって、それを、えっ、ー、と、誰が先に見つけるのかっていうのが、まあ大筋なんですよね。 で、その、ところところにギャグ回。まあね、本当なんだこいつみたいな変なやつも混ざってくるんだけど、ゴールデンカムってそれがまあ一つの魅力であったりして、で、そのゴールデンカム今僕四3巻まで読み終えたのかな三巻。で、全20、今、23巻まであるのかなうん。で、えっと、まだ今3巻までしか読み終えてないんですけど、でね、あのー、3巻まで、まあ正直な感想で言うと、 あんまり面白くないですよね、うん、今ねちょうど熊内って言って二兵鉄道に二兵鉄道っていう人が出てきてえ伝説の熊内の人なんですけど、えーまあ、その人がまあえっ、ー、とアシリパさんのねアシリパさんのまあヒロインまあヒロインっていうかまあまあヒロインですけどヒロインのえっ、ー、と狼 ね、狼、まあ白い狼がいるんですけど、そのレタラっていうね、狼を、まあ撃とうとしてる、え捕、ー、らえようとしてるんですよね。それを今全力でみんなで、えっ、ー、と、不死身の杉本とかね、あの脱獄を、脱奔を白石とかね、が、えっ、ー、とー、今ね、阻止しようとしているところで今終わってるんですけど、そこら辺って、まあ僕アニメでね、もう第一期第二期見てるんで、もう、もう分かってるんですけど、内容は。 そこら辺ってね、あんまりなんかね、面白くないですよね。まあ、ギャグ要素は相変わらず面白いですけど。うん。で、江戸外くんとかマジキレキレですからね <laughs>、まあ。まだ読んでない方にはね、ネタバレになっちゃうんで言わないですけど、江戸外くんキレキレですからね、マジで。本当にね、読んでほしい、ゴールデンカムイは。うん。まあ、最初、アマプラ、アマゾンプライムからでもいいんで、アニメ見てほしいね。で、今、第3期は確かアニメやってるらしいんで、 まあ、ぜひね、見てほしいなと思うんですけど、あのね、ゴールデンカムイの魅力って、まあ、さっきも言ったんだけど、そのギャグ要素もそうなんだけど、あのね、うーん、メンタリストっていう、まあ、ドラマ、僕、前、オーナイトリポンで、まあ、何回も話してるんですけど、友達で、大筋はしっかり追って、ちょっと、だから、まあ、あのー、本編とは外れたところの、まあ、 うーんメンタリストで言うと、まあ、事件、単発の事件を解決するっていうのが、まあ、ちょくちょくあって、で、まあ、レッドジョンっていう大元に、えー、戻って、なんかその操作する、えー、レッドジョンを追い詰めるっていうのが、まあ、大筋なんですけど、まあ、そのメンタリストとちょっと似てて、ゴールデンカーイも大筋は、 ねメダタリストはレッドジョンだけど、えー、ゴールドカムイの大筋は入れ墨人認なんですよね。入れ墨人認を探す。まあ、入れ墨人認っていうのは、その、えー、まあ、ちょっとね、グロい話ですけども、まあ、体に、えー、入れ墨が掘られてると。で、その、入れ墨を、えー、全部その、まあ、その体に掘られてるんですけど、体の皮を全部剥いで、ちょっとグロいですけどね、ごめんなさいね。か、皮剥いで、 え、それがね、確かに24人分ほど、24だったから、ちょっとここ定かじゃないんだけど、24枚繋げると、えー、そのアイディの埋蔵金のありかがわかるってこれが大筋なんですよ。はい。だからみんな入れ墨人定探すのに奔走してるんですよね。うん。で、それが大筋だから、やっぱ面白い。このね、大筋があってのギャグっていうのがやっぱ僕、えー、エンターテインメントで一番面白いかなって、この形が一番面白いかなと思ってて、 まあその入れ墨認否ばっかりじゃなくて、ちょっとギャグ要素挟んで、こいつなんかほん当おかしいんじゃねえのって、この登場人物、なんなんこいつみたいな、そういうのがあって、なんかすごい面白いのがゴールデンカムイなんですね。だからぜひね、まあ、えっと、今まだ23巻しか出てないんで、全然追いつけるんですよ、今から読んだってね。だからぜひともね、えっと、ゴールデンカムイ、読んでほしいです。 はいえーまあね、僕はキングダム今年全巻読,読破して、まあ、本当ハマったしゴールデンカムイも今から読破しようと思ってハマってるんですけど、えー、ぜひともねゴールデンカムイ、えー、なんかねちょっとコメントいただけたらなと思いますよろしくお願いします、えー、ということで曲いきましょう今日ねちょっと今週さ、えー、スマ元スマップのさ森くんあのー、ね脱退したメンバーいたじゃないですか森くんっていうね えの、えー、日本一、オートレースで日本一取ったっていう話題あったじゃないですか。それでね、なんかね、スマップさんの曲また最近聴くようになったんですよ。えー、それで今日ちょっと歌いたいなとも、ここで。うん。えー、歌いたいなと思ったんで、えー、皆さん聴いてください。よろしくお願いします。えー、大野高いので、頑張りましょう。かっこいいゴールなんてさ、 あっという間におしまい星はひゅるっと消えていたまた別の朝だじりり目覚ましが鳴り血圧はどん底で寝癖だらけの顔でなんだかなもう Hey, 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 go! 仕事だからとりあえず頑張りましょうへヘヘヘボーイ過カッコ悪い朝からとにかく始まるはいありがとうございました <laughs>、えー、この歌僕大好きなんですよねなんかねこの歌ねスマップさんの「頑張りました」聞くとなんか元気出るんですよねうんなんかやっぱり人って、まあ、ちょっと いつでも元気なわけじゃないじゃないですか。やっぱちょっと落ち込む時もあるし、なんか今日やる気出ねえなっていう日もあったりするし、まあそういう時にね、僕スナップさんの頑張りましょうを聞くと、よしやるぞっていうね、気になるんで、まあぜひともね、えー、皆さん聞いてみてください。大の高いので頑張りましょうでした。ありがとうございました。ではエンディング行きましょう。 えっと前ょ、まあね、今はゴールデンカムイの話させていただいたんですけどもあ冒頭でね、えー、プロスピの話もしましたでぜひともねプロスピ見てる方がこのオンライントレビ聞いてたらちょっと嬉しいなうんコメントぜひ残して大野さんのオンライトレビューも面白かったですよとねマー、まあ、君か菅野だったら菅野でしょうとかね、まあ、そういうねコメントでいただけたらかなりありがたいですね。うーん えーまあ、オーラナイトニッポはねこれからも、えーとまあ、プロスピーもの話もちょいちょいすると思うんですけども、まあ、基本ベースはね、えー、私生活の話、まあ、していきたいなと思ってます。1週間に1回だけですので、ねうんえー、ぜひともよろしくお願いします。えー「ののオールナイトニッポン」毎週金曜夜10本目のにお送りしてきました。お相手は吉本芸人、オー高ナイトニッポンいただてきました。ありがとうございました。いやもう11月ですからね、早いですよね、本当にうに。もう残り1回。 1>, 1ヶ月ちょい、まあ、?2 ヶ月ぐらいか2ヶ月弱か、えー、ぜひともね皆さん悔いのないように今年、えー、悔いがあったらねもう来年ね,ね、えー、またがないようにね今年の汚れ今年のうちにみたいなことありますからねぜひとも今年のうちにね、えー、ぜひきれいにしましょうということでございます ではまたああ、明日お会いしま<れ>あしょう。明日やってこうちゃいますね。すいません。プロスピの動画の締め言っちゃいました。<laughs> ごめんなさい。では最後に一言夢で会いましょうバイリー